はいどうも、イツキンです。エピックセブンワールドチャンピオンシップなどもありちょっと遅れてしまったんですが、今月のバランス調整のお知らせが来ておりますので見ていきたいと思います。今回はですね、事前に言われてた通り大会中のバランス調整に関してはちょっとタイミングがいつもとずれるっていうことで、内容に関してもかなりマイルドなものになるんじゃないかなと思っていたんですが、内容見てみるとかなりねマイルドめで、海外でもちょっと物足りないぞというようなコメントなども残っていたので、日本のユーザーもややね不満を持っている方もいるかもしれませんが、ちょっと見ていきたいと思います。はい、それでは今回のバランス対象から見ていきましょう。星5の月影からは残影のビオレタと森の賢者ビビアン、聖薬英雄からはユナという風になっております。まあ、メンバー的にもかなり控えめかなっていう感じで、星4からは月影のディエリア、聖薬からメルセデス、星3の月影カミラ、聖薬のアイテールとなっています。そして古代遺物が全部星3の古代遺物の調整ということで、この辺もねちょっと物足りなさを感じる要因かなと思います。はい、それではビオレタから見ていきましょうか。長らくですね、ビオレタも強いキャラではあったんですけど、やや命中補正を持ってる英雄の登場などできつい環境をね強いられてきたんですが、どうなったでしょうか。スキル1がまずダメージアップをもらっています。そしてスキル2、ここが肝心なところですね。回避率アップが内蔵化されました。回避率の数値的には変わらず、単純に回避率アップのバフが内蔵されたという感じになります。その他に関しては変わらずっていう感じですね。そしてスキル3もダメージアップをもらっただけということで、ビオレタの調整内容としては回避率アップが内蔵化されて、スキル1と3がダメージが上がりますということで、この辺もですねちょっと物足りなさ感じてる人も多いんじゃないかなと思います。なぜかというと、回避率内蔵っていうのはまあ長らく放置されていた改善箇所なんですけど、現状ではですね命中補正を持つ英雄が増えてきたので、内蔵したとしても簡単に対策が取れてしまうという環境になっています。なので強化されたというよりも、ようやく他の回避英雄たちと並んだ程度、人並みになったなっていう程度に感じてしまうのがやや物足りない点なのかなと思います。ただスキル1とスキル3のダメージアップに関してはめちゃくちゃ強いと思います。現状のダメージも非常に高いものがあるんですけれども、このダメージアップの倍率次第では、例えば今火力型にしているダメージと今後バランス調整来た後に最速型にして同じぐらいのダメージが出せるのであれば、最速型の価値がさらに上がりますし、もちろん火力型のダメージがとんでもなく上がりますので、まあどっちを選んでも今よりはダメージをかなり高く出せると見ると、このダメージアップっていうのは非常にビオレタに対して言えばめちゃくちゃ効果のでかいバランス調整内容だと思います。なのでビオレタもですね、おそらくまあ4、5ピック最後の方に RTA などで選ぶアタッカーとしてはまた増えてくるんじゃないかなと思います。はい、2人目の月影は森の賢者ビビアン。ちょっと意外でしたね、このキャラクター来るんだなっていうところで、闇セシを予想している方もいて、僕も闇セシがそろそろ来るんじゃないかなって思ってたんですけど、おそらく闇セシは大会が終わってからね来るんじゃないかなっていうことで、今回はビビアンが来ております。ビビアンの調整内容はスキル1に攻撃力 20% アップ、最大3回まで累積する効果が追加されました。これめちゃくちゃ強い強いですね。悟空なんかにもついてますけど、攻撃力の累積効果っていうのは最終的な攻撃力にアップしていくタイプなので、めちゃくちゃ攻撃力が伸びます。まあ分かりやすく言うと攻撃力アップバフがつくみたいな感じですね。なので非常にこの効果は強い効果だと思います。さらにスキル1自体のダメージの倍率もアップするということなので、最大累積したビビアンの攻撃っていうのは非常に強力なものになると思われます。そしてスキルにもですねかなり大幅に変更されておりまして、まず初回バトル時に集中を最大まで獲得するようになります。この最大まで集中を獲得という表記なんですけど、おそらく今までの英雄におらず初めての表記だと思います。なので X なんかにもいたんですけど、闇ポリティスによる半減効果に対してこの最大っていうのが内部的にどう計算されているかわからないので、
闇ポリの効果、半減効果っていうのを弾ける可能性もまだ残っています。ただし内部的に最大イコール集中5獲得っていう風に計算されているんであれば、当然闇ポリの半減効果で 2.5 しか獲得できずに、ややポリティスには不利になるんじゃないかなと思います。そして集中が3以上あれば、3以上なので3含むですね、3以上あれば弱体効果にならないということで、この弱体状態っていう影響範囲はおそらく赤いアイコンで表記されるタイプだと思うんですけれども、アイコンが出るタイプの弱体効果にならないということで、特にそうですね、今で言うと新月のルナの封印が入らなかったりっていう風になるので、弱体効果に非常に強い英雄になります。そしてスキル3、クリティカルダメージアップのバフが消えてしまったので、やや使い勝手が変わってしまうところがあるんですが、その代わりに対象の数が多いほどダメージがアップしたりとか、回復量に関して自分の攻撃力が高いと回復量がアップするようになりましたので、スキル1の攻撃力の累積効果と合わせて高い回復量を実現することができます。はい、というわけでビビアンはですね、デバフとか高ダメージの被弾に強くなったので、新月のルナの環境だったりとか、今高火力のアタッカーが非常に多くなってきているので、そういう環境に出せるアタッカーとして汎用性が非常に高くなりそうかなと思います。さらに今は外付けでの回復、例えば異物でいうと守護の表現などもあるので、今結構吸収セットをつけてる人が多いと思うんですけど、思い切って超高火力、例えば破滅と激流をつけた超火力型ビビアンなんかにする人も増えるんじゃないかなと思っています。はい、続いてはユナですね。制約英雄、配布英雄なんですけれども、この英雄が修正来るのはちょっと珍しいかなっていうところで、ややですね、今までと使い勝手が変わるところがあります。まずスキル1に関してはゲージアップ効果っていうのが固定化されましたので、その代わりに最大のアップ量っていうのは下がってしまいました。これはですね、ちょっと僕対人で使ってる人とかたまに見たりしたので、そのあたりの人が結構これの下方修正っぽい感じに捉えてしまうのかなっていうところで、ちょっとね、対人で使ってた人とかは痛い修正かもしれません。そしてスキル2、これはね、待望だったと思います。ユナ使いにとっては非常に嬉しいスキル2に追加ターンがついたので、スキル2からスキル3を打てるようになったと、これ非常にね、大きな修正だと思います。そしてスキル3、こちらも対人で使ってた人はめちゃくちゃね、下方修正じゃねえかって思う人いるかもしれないので心配なんですが、確定クリティカルがなくなってしまいました。なのでステータス調整を必要とする人もいたりするんですけど、ちょっとこの辺はですね、どうかなっていうところで僕も心配しているんですが、専用装備にですね、さらに変更が加わりまして、さっき言ったスキル2のアップグレード、このスキルがターン増加とか減少の影響を受けなくなるので、結構ターン増加系の相手ルアとかナイルとかに出しやすくなるかなっていうところで、追加ターンでスキル2を使えば自身がもしね、スキル3のターン延長を受けていても追加ターンによって減らせるので、そのままスキル3も打てるっていうところで、結構使いやすくはなったんじゃないかなと思うんですけど、今対人で使ってる人は調整が必要なので大変なのかなと思います。でもちろんこのユナっていうのはどちらかというと PVE 向けのキャラだったので、そっち方面でもより使いやすくなっているので、新規プレイヤーとかまだ始めたての人で全体攻撃が欲しいなっていう人は、このユナをね、ぜひ配布で全員もらえますんで育成してみてもいいんじゃないかなと思います。はい、こっからはですね、ざっといくんですけれども、まずはこちらも配布のディエリアですね。これも PVE 向けの配布キャラなんですけれども、さらに PVE で使いやすくなったので、新規プレイヤーなんかはより快適に最初のストーリーをね、クリアしていくことができるようになるんじゃないかなと思います。はい、そしてメルセデス、こちらもですね、結構 PVE で使ってたりとか、対人ではかなり減ってしまいましたけれども、新規プレイヤーも今まだ子さんのプレイヤーとかもちょこちょこ使っているキャラクターだと思います。こちらもかなりね、使いやすくなって、まあ、追加攻撃の条件とかがもう一切なくなって、もう全部普通に出るみたいにね、なったので、迷宮とかでもね、使いやすく強化されたんじゃないかなと思います。はい、続いてはカミラですね。これも結構迷宮とか、あとは古代の遺産とかで、PVE 関連ですかね、使っているキャラクターになりますが、
スキル無効、スキルダメージ無効がなくなってちょっと不評のイメージあります。海外でもスキルダメージ無効なんでなくしたんだよっていうような声が多かったので、ちょっとこの辺に関しては謎修正かなっていうところで、逆にですね火力を上げてるような調整ですね、ダメージアップがついてたりとかがするので、まあカミラに火力を期待する人はあんまりいないんじゃないかなっていうところで、もしかしたらこのカミラ今後クラスチェンジなどが予定されてるんじゃないかっていう期待が僕は今あります。そして最後にアイテール、これもちょっとねキャラ的には好きな人多いんですが使ってる人はあまりいないんですけれども、よりヒーラー向けの調整がされて、新規プレイヤーとかがヒーラー全く引けない、手に入らないっていう時に一応使えるようには修正されたようです。はい、そして最後星さんの遺物なんですが、まあ多くのプレイヤーにはおそらく関係ないかなというところであまり深くは触れないんですけれども、古代遺物が揃っていない新規プレイヤーにとってはクリ率がアップしたりとかダメージダウンしたりとかっていう風に割と使いやすい調整かなとは思うんですけど、肝心のこの古代遺物って強化するのに強硝石っていうリソースを使ってしまうので、わざわざ星さんの遺物をいくら使いやすくなったからって強硝石使って強化するっていうのはちょっともったいない気がするんで、そのあたりのね強化の仕方っていうところにまず調整を入れてほしいなというふうに思いました。はい、というわけで今回のバランス調整を見てきましたが、いかがだったでしょうか。まあ基本的には今の環境を変えるようなキャラはあまりないかなと思います。森の賢者ビビアンに関しては弱体効果がほぼ効かなくなるというところで、まあ、どのあたりの範囲まで効かないのかっていうのを検証した後にはなるんですけど、ビビアンはまあかなり増えそうかなというのと、ビオレタもアタッカーとしてまたちょっと上位陣に食い込んでくるかなっていうところで、まあ大きな環境の変化っていうのはなさそうかなと思います。とにかく今新月のルナが強力すぎて、他のキャラが霞むっていうような感じになってますので、それに対してビビアンがどこまで食い下がれるかっていうところで注目をしていきたいと思います。というわけで一旦ね今回のバランス調整はちょっと様子見しつつ、実際来たらですね18日にもう来るみたいなので、ちょっとサクッとね使ってみていろいろ検証したいところもありますので、まあ、それ次第でねまた評価をしていきたいと思います。というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。